どうも皆様こんばんは、すっすーです。というわけで今回は Apex Legends の、AR の武器の弾の威力はさてほどか、いかほどかだな、さてほどかってなんだ、まあ、いかほどかというわけでちょっとやっていきたいと思います。というわけであらかじめ言っておきますと、まあ、この武器というか、まあ、このゲームは距離減衰というものがありません。この間撮った SMG のとこでも多分同じこと言ってると思うんですけれども、距離減衰っていうのが距離が離れれば離れるほど、例えばここに敵がいてあそこから撃ってるとすると、距離が離れることで、弾の威力が減少します。そういうものがこのゲームはありませんので、まあ、あらかじめそこを知っておいていただけると、まあどこから当ててもいいんだっていう感じですね。というわけでやっていきますと、さあ、そうグダグダで申し訳ないんですけど、このモードはトレーニングモードって言って、まあ、最初に多分皆さんやられると思うんですけど、カスタムができません。カスタム要はバレルつけたりとか、この先端の先っちょつけたりとか、拡張マガジンって言ってこの20発のやつを30発に増やすとか、そういうのができません。このモード多分できないと思う。どっかに あるのかな、あるのかないのかちょっとわかんないですけど、おそらくないとは思うんですけど、そういうのができないので、初動で拾った時の、火力っていう感じでちょっと見ていただけると、まあありがたいです。というわけでやっていきましょう。フラットラインさんで単発打ちでやっていきます。単発打ちでこの武器ってフルオートで、基本的に使うフルオート銃なんですけど、十字キーの左をすると、この射撃モードっていうのをオートから単発とか3点バーストを単発打ちにとかできるんですけど、まあ、ダメージ減少なので単発でやっていきます。単発でなんで胴体は16ダメージ、ヘッドが32ダメージですね。単純に倍です。でここの AR 系は基本的にヘビーアームは全部かける2です。ヘッドショットのダメージだから16の32で、まあ単純にこの弾かけるこの段数16×20をすればいいんですけど、一応わかりやすいようにこんな感じで320ダメージっていう感じでちょっとお見せしていきたいと思います。まあ、単純に前段当てると320ダメージ敵に入りますというわけで、とりあえず次に行ってみましょう。ヘムロックバースト、3点バーストの銃ですね。これも単発打ちでやっていきます。3点バーストってこれでやると、まあ一応当たるんですけど、すぐ倒れちゃうので検証すごくしづらかったんですよね。なんでとりあえず単発打ちでできるものはやっていきます。はいはい、18ダメージ、一発が18ですね。なんではい、かける2、36ダメージ。なんで、さっきの銃だと、まあ、ちょっと、フルオートで使いやすいんですけど、一発一発の火力は、ちょっと、こっちのヘムロックさんには負けていきますと。で、これも3点でやると、こんな感じ。324ダメージ。まあ、別に悪くはないし、まあ、集団性とか、まあ、そのあたりもろもろ考えると、まあどうだろうか。まあ4ダメージですからね、言うて。4ダメージしか変わらないんで、どっちを取るかっていうのは、まあ皆さんのお任せかなと。フロートが使いやすいならいいし、こっちの方が、ヘムロック3点バーストの方が結構、違う。どっちだ、ヘムロックこっちか。まあ感じで。かなり気持ちよく撃てるっちゃ撃てる。同じところに飛びやすいんですよね。あの、フロートとかだと、ちょっと心なしかこう、右左、こう、ブレるっていうのはわかります？弾が。撃つときに、撃ってるときに弾がこう、左上に行って、右上に行って、左に上に行ってっていうのがあるんですよ。でもこの武器って、基本的にフロートで撃たないっていうか3点バーストの武器なんで、跳ね上がりが上行って下戻って、上行って下戻ってなので、フロートと違ってこういろいろ暴れないので、かなり抑えやすい武器ではあります。3点バースト嫌いな人とかって結構いらっしゃるんですけど、この武器はリコイルというその抑えるのがめっちゃ簡単です。正直。
このだって上にしか上がらないんで上に押さえればいいんですけど、こっちみたいに左に跳ね上がったら左を上をちょっとグッと押さえないといけないし、その後そしたら次右上行ったらその右腕をグッと押さえないといけないしっていうのがあるので、まあ3点バースはかなり、まあその上にしか行けないんで、まあリコイルはかなりやりやすい武器にはなってくるんじゃないでしょうか。というわけで次、プラウラーバースト PDW。 はい、ピーちゃんですね。ピーちゃんもどきというか、ピーちゃんっぽいやつ。で、この武器が、まあ、めっちゃめんどくさいんですけど、切り替えできないんですよね、5点バースト。切り替えできないので、この武器はちょっと、めんどくさいんですよね。あ、ヘッド当たっちゃった。70。ダメージ70。で、これが5発当たってるんですよね。これが単発打ちできれば、まあ分かりやすく、まあ見せれるんですけど、単純に5点バーストなので、まあ5発全部当たったとして、70÷5 というわけで14ですね。14ダメージ。一発14ダメージっていうことにしていただけるといいかなと。21。これ、この武器だけ本当に分かんないんですよね。21だから、ヘッドショットで言うと、単純に、どうなんだろうか。多分21ってことだから、多分この武器は多分 1.5 倍なんですよね。倍率。ヘッドショット倍率。さっき基本的にこの武器は、あれ言ったかな？いつ言ったかちょっとわかんないんですけど、かける2倍なんですよ。ヘッドショット倍率。で、14なんで、その 0.5 倍 ?0.5 倍っていうか 0.5。21なんで、まあ、21-14ということで7ですよね。で、14なんで、まあ、半分上がってるので、多分ヘッドショット倍率は多分 1.5 倍なので、ヘッドショット的にはダメージはそんな美味しくないです。はい、まあそれはまあ見りゃ分かるよバカタレがっていう話だと思うんですけど、これめちゃめちゃ当てづらいんですよね。なんでちょっと反則します。はい、280ダメージなんで、まあ5点バーストっていうのも、まあかなり使いやすいっちゃ使いやすいんですけど、まあさっきの3点バーストに比べると、やっぱ跳ね上がりは大きいです。まあその3発出るのと5発出るのとでは、やっぱり、まあ5発の方がいっぱいこう頑張ってくれてるので、中が。まあ跳ね上がりが大きいんじゃねえのっていう感じ。っていうことにしましょう。まあ一発、この一発で、全弾当てれば70ダメージ解けるっていうのはかなりでかいと思うので、この武器だけちょっと例外で、ヘッドショットはおそらく 1.5 倍になるんじゃないでしょうか。次、ロングボウ。まあ、あまり皆さん使われないと思います。自分も使わないです。基本的に弱いんで。はい、55ダメージ。一発は強いんですけどね。いかんせんあまりいらない。はい、この武器も110ですね。まあ、これ。これかける5っていうことにしといてください。これ前段入らないんですよね。ダメージが。ね。ね、遅いから、レートが。この総合的な火力がちょっとお見せできないので、まあ、ちょっとそれが心残りではありますけれども、まあ正直そんなに連射して当てる武器ではないので、基本的にこの総合の火力っていうよりかは、単発のヘッドとかだと110入るっていうのを、まあ、覚えていただければいいかなと思います。ここ、フルオートとかだと、やっぱ接近戦で前段当ててっていう風な感じでいいんですけど、この武器はその総合的な相手にぶつけるレートっていうよりか、単発でどれだけ削り切れるかとか、まあそんな遠距離で攻撃する武器なので、まあ総合の、まああれは、まあ気にしなくていいかなと思います。だって、弱いっていうか、そんな冷凍でゴリゴリする武器ではないので、基本的にその部分は気にしなくていいです。というわけで次。スピットファイアちゃん。LMG の自分が一番強いと思ってるやつですね。自分基本的にこれが一番メインで使ってます。はい、20ダメージ。20ダメージ。ということはですよ。ということはヘッドのダメージは？はい、40。そりゃそうですよね。そりゃそうじゃ。はい、700ダメージ。前段当てると700ダメージ。これが角間がとかで、まあ、この抑える能力上がったりとか、あとは、
そのマガジンとかで35が60発入るようになったりするんですよね。まあレートはちょっと遅いんですけどね、ドドドドドドドって考えると、まあレートはそんなに速くないんですけど、600ですよ、あ600じゃない、700ですよ、700ダメージが入るということは、プラスあと25発増えると、まあ700までは増えないけど、おそらく前段でまあ1000ダメージぐらい合計入るような単純計算で、1000ダメージぐらいは届くので、まあかなり強い武器じゃないかなと思います。なので僕はこれがスピットファイアが一番お好きです。次、ウィングバーン、これなんか知らないけどみんな使ってるんですよね。これなんでですかね。みんななんかウィングマンやたら使ってるんですけど、なんで流行ってんのとは思います、正直。まあ火力は高いんですけど、 LMG でよくねとか思っちゃうんですよね。これはなんでかわかんないですけど、とりあえず理由を知ってる方いたら教えていただけると助かります。というわけでやっていきます。はい、45ということは、ヘッショは、はい、90ですね。これもちょっとレートはその普通の AR とかに比べて、まあ、ちょっと遅いので、連射で打ってここに数字が加算していかないっていうことは、まあそれだけレートが他の武器よりちょっと遅いっていうことになります。普通の武器とかで打つ場合はやっぱレートがこの武器よりかはちょっと早いので、あそこに数字の上乗せがされていくんですけど、この武器は他の武器と比べて単発の威力は高いんですけど、まあその分、まあレートがちょっと他の武器より遅いので、まあ見てわかる通り数値が45が連発で出ていくっていう感じですね。で、この武器って意外となんか跳ね上がりがあるように見えてないんですよ、実際。この撃った後、こっちまでブインって飛ぶじゃないですか、こう、ノックバックというか、このパーンって飛ぶくせに、意外と同じとこに全部当たってるんですよね、ちゃんと。見えますかね？今何のリコイルもしてないです。とりあえず R2 と L2、違う、L2 と L2 握ったまま R2 をバーン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 ってやってるので、思ったよりそんなに撃った後こんなとこ行ったり、撃った後こんなとこ行ったりとかしないで、この武器って意外とこの反動に騙されがちなんですけど、普通にまっすぐ撃っていいです。基本的にちゃんとまっすぐ飛んでるので、なんかリボルバーとかだとやっぱ反動ひでえなとは思ったりするんですけど、意外と撃ったらちゃんと元の位置に戻ってくれるので、この武器使うときは普通にその撃った後になんか変な感じで動かさないで、普通にずっと相手めがけてちょっと下に倒すぐらいでいいです。あと見ていただいて分かる通り、あの反動がめちゃめちゃ少ないです。あの AR とか他の武器と比べてやっぱレートが遅いのと、その反動があんまりないっていうことなので、基本的にめっちゃ当てやすいです。でも、角間がとかがないと6発なので、ちょっときついっていうのはあります。弾が少ないってなると、まあ、やっぱりその戦闘中に、あの、リロードとかを挟まないといけなくなるので、それはそれで、また、何？自分の首を絞めるというか、また難しくなってくるので、まあ、角間がとかがあると9発、12発とかやるので、それが、まあもちろん、その90ダメージとかが、まあ連発で入ってくるっていうのもかなりきつくなってくる。まあその一発当たれば大体ほとんどヘッショに入るんですよね。敵が変な動きしてなければ、屈伸打ちとかしなければ。だって反動がほとんどないんで、一発当たったら大体その次のとこ、次も同じところに入るので、ヘッドショットを狙っていけば、おそらくヘッドにかなり連発で入っていくので、まあそういう方とかは、かなり強いと思います。だけど、6発しかないので結構エイム力が必要な武器になるので、まあ自分みたいにそのあんまりエイムが得意じゃない人とかは、おとなしくスピットファイアで、高火力お化けで遊ぶのもいいんじゃないでしょうか。というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。まあ、いろんな、初心者向け、中級者向けの動画を出していますので、まあ、また次も良ければ見に来てください。というわけで最後までありがとうございました。じゃあの。